はいどうも、アキです。白猫プロジェクトをやっていきます。はい、今回はこちらですね。アジトのレベルが最大の9まで上がりましたので、ここで一度ね、タウン紹介の方をさせていただきたいと思います。はい。で、私ですね、9月12日、去年の9月12日に、白猫プロジェクトの方を始めまして、もう本当にね、マジかと、やった時は、スマホってもうこんなゲームまでできる時代なんだっていうね。はい。っていうのをすごい衝撃に思って、まだその衝撃が抜けないまま、もう半年ぐらいかな、プレイしております。はい。で、中でもね、僕が特に力を入れて頑張ろうと思っているのが、このタウンの育成でございます。特にね、イベントとかで期間限定で来ているものをね、逃しちゃうとレベルマックスまで、後々非常に後悔するんじゃないかなと思って、特にタウンだけはね、力を入れてやってまいりました。まあ、後でご紹介するんですけど、ほぼほぼ来ているものに関しては全部回収してレベルマックスにしております。で、つが、はい。昔からね、やってらっしゃる方からご覧いただくと、まだまだね、揃ってない施設等々あると思うんですけれども、まあ一応ね、ここで、節目、一応レベル最大まで上げれたのに、ので、節目としてね、ご紹介させていただければと思います。はい、ではまずはそうですね、この近郊から行きましょうか。はい、で、近郊なんですけれども、全部レベル20まではとりあえず上げております。で、最近ね、アップデートが来まして、あれですね、合体が、近郊の合体ができるようになりましたね。ただ、最大のやつが25、これが23、25で、あとは全部20かなっていう感じなので、まあ、長い目で見てね、また合体できればいいなと思います。先に訓練所の方を合体目指しているので、まあ、訓練所が全部終わり次第ですかね。はい。で、あとはコイン系で言うと、この間来てた絵本のやつ。と、猫祭りカフェ、にゃんこの店、そして黒猫のウィズはレベルマックス2にしているんですが、僕が始めてから多分まだ復刻が来てないので、5万コインぐらい、なんていうの、この最大の、なんていうの、この、生産量最大が5万コインぐらいのやつありますよね。まあ、あれがね、また復刻してくれれば嬉しいな、というやつでございます。はい。で、一応ね、なんでこのアジトの周りを僕は近郊で固めているかと言いますと、まあちょっとタブを切り替えると非常にわかりやすいのですが、まあタウンをね、まず押すと、いや、近郊以外ってタップしなくていいじゃないですか。いちいち来た時に。なので、こうほら、ここにまず焦点が行くので、この近くにね、近郊を置いとくと非常にこの集めやすいっていうところでね、近郊この辺に設置しております。まあなので将来的には合体したり、復刻のとかがあったりして、このね、ここだけ、お金集める系にしたいなと、個人的に思っているところでございます。まあ、まだね、復刻されてないのがあるとはいえども、かなりこの辺がね、好きなんですよね。レベル9までやると。レベル8だと2、3個置けなかったんですけど。しかもまだ合体も進んでいくので、まあ、使い道としてはそういううまい使い道をね、今後見つけていきたいと思います。はい。ではそうですね。次、訓練所見ましょうか。はい。訓練所はですね、結構最近合体が進んでいてですね、ドラゴンライダー。そして、ウォーリアー。はい、魔術師。剣士。そして、アーチャーはですね、もうすでに合体しております。まあ、協力の星10か星11か忘れたんですけど、一番上のやつですね。あれで結構武器のハイルーン集めた感じでございます。まあね、雫引くまでね、なかなかあそこ行ってもね、負けちゃうというか、途中で死んじゃっていて、なんかこれご迷惑だなと思ってやってなかったんですけど、雫引いてね、まあ、人様にご迷惑かけないぐらいにはね、参戦できるというか、まあ、負けなくはなったので、あそこ、雫引いて頑張って2倍書で集めた感じでございます。はい。で、一応合体できてないのがですね、こちら、体術書がレベル20全部。で、双剣がですね、レベル30。で、今やってるのが、ランサーのね、槍ですね。槍が33ということで、まあ、次は槍を合体しようかなというところでございます。まあ、ルーンはね、本当に、全然、めっちゃ余ってるので、すぐに合体はできるようにしています。特に、一応、このおにぎりとかハイルーンとかスタールーンはですね、ギルドオファーで頑張って集めております。はい。で、そうですね、訓練所はこんな感じで、次、研究所行きますか。研究所は、まだなんか中途半端といえば非常に中途半端な感じかなと思います。まだレベルマックス、てか、研究所はランクの関係でレベルマックスまでできないやつが多いんですけど、現状のランクでもまだ上げれるとこが上げていないので、ここ今週、来週ぐらいでね、しっかり上げれるレベルまでを上げていきたいなと思っております。はい。双剣が両方7。魔術師9。ウォーリア11。弓が8。で、今立てている、剣術13。ドラゴンライダー9ですね。
はい、ドラゴンライダーがね、まあ後でご説明するんですけれども、あれなんですよね、僕 SP 系の施設が、このもちろんコンサートホールはね、始めた当初にコンサートホールは確か来ていて、まあ速攻レベルマックスにしたんですけど、もう一個ありますよね、確か。もう一個の方がですね、僕が始めてから復刻が来てなくてですね、あれなんですよね、 SP 上げれてなくて、その 3% が結構でかくて、特に僕ね、ドラゴンライダーの引き運が良くて、シャルライダー、種族、テトラと思ってるんですけど、この3人がね、この3体がね、みんな SPR、まあ SP200 超えれば SPR マックスになるので、そこ超えるか超えないかで、この 3% が非常にでかい。あとはこれですね、龍騎、まあドラゴンライダーの研究所も上げていきたいんですけど、これがね、次115までね、レベルアップしないと上がらないんで、まあまたね、この間出した動画のやり方で、あれやってもいいかなと、ランク上げやってもいいかなって思ってますね。はい、まああれね、ジュエル20個なんでね、言っても3、5倍ショって、1ガチャより安いと思えばいいかなと思いますね。はい、で、そうですね、じゃあ次行くと武器庫ですね。武器庫はつい先日またこれも拡大できるようになって、レベル100までもうしております。まあそうですね、まあ正直そんなに、じゃあ星4星5の武器をめちゃめちゃいいの持ってたり、ギルドオファーでね、いいギルドを手に入れているかというとそうでもないんですけど、まあ一応これは拡大しておいてもう損はないかなと思って、さっき、レベル50からもう100まで一気にやっちゃいました。はい、で、まあ宿屋も、レストランもレベルマックスにしております。はい、そうですね、では次、イベント系期間限定のやついきますか。まずはゾウからいくとですね、はい、ゾウ、これですね、めっちゃ読み方が難しいやつ、はい、レベルマックスにしております。で、エクセリア、ビオルクはもちろん手に入れていて、最近この流行りのやつですよね、なんとかゾウがレベル10まで上げれるってやつで、今ちょうど来ている3つはまだいけてないので、これ動画撮り終わったら2倍書でも使ってね、1時間で3つ回収していきたいと思います。ここに3つパンパンパンと置く感じですね。はい、こういうのもね、しっかり、まあただこれはね、ルーン集める系ではないので、破滅級までクリアしておけば、まあもちろんミッションはあるんで、その期間に立てたいんですけど、最悪ね、持ってさえいれば、後にね、普通のルーンでできるので、絶対回収だけはしておきたいと思います。はい。で、そうだ、最近一番大変だったのはこれですね。まあ、去年からやってらっしゃる方はもう今年はやらなくてよかったと思うんですけど、クリスマス、正月、非常にね、大変でした、集めるの。2倍書。あれ、よく考えれば、あれこそ5倍書買えばよかった。2倍書でね、ケチケチと集めまして、ちゃんとレベルマックスに全部なっておりますが、これはちょっとね、地獄でしたね、正直。ただまあこれはね、もちろん大きいのでね、 5% の 10% ですね、上がるんで、ちょっとこれは大きかったんで頑張りましたね。はい、でスーッと行くと次はどの辺かな。はい、さっき言ってたコンサートホールもレベルマックスで、つけてもうこれ白猫は漢字が難しいな。このアタッカータイプのやつも頑張って集めました。はい、でルクさんとセイデンも頑張って集めて、そうですね、白猫プロジェクトブース、これなんですよ、デッキコスト。まあこれプラス10ね、できて、これしかもこれはね、今まで僕が始めてから2回復刻が来ているんですけど、もう1個ありますよね、デッキコスト系のって。で、もう1個が確か3か2かぐらい上がるんですよね。でね、今ちょうど3かに上げてほしいんですよね。っていうのも、結構普段どんな感じのパーティーかと言いますと、結構最近はシャルライダーが好きで、シャルライダー、雫、テトラなんて入れるんですけど、そしたらね、もうあと、コストが残り9しかなくて、だいたい普通のコストって11じゃないですか。なので普通のやつ入れてあげようとすると、2足らないんですよ。なので、あと2上がってくれるだけでだいぶ違うんですけど、っていうところで、復刻のね、もう1個あると思いますので、あれ復刻してくれると嬉しいなというところでございます。はい。あれ確か親密度も上がるのかな、何の施設か忘れたんですけど。はい。で、まあ、陶器の楼閣って読むのかな、もう頑張りました。はい。で、これ、白竜の竜舎もレベルマックスでございます。はい。で、ライブステージもレベルマックスですね。羊のお昼寝とかもやりました。あ、これもあれか。SP 上がる系か。いいね。はい。もう一個あるんだよな、なんか SP 上がる系。流速のルーンかなんか使うやつですよね。はい。で、そうですね。今、氷結のバトルコロシアムはまだレベル1の状況でございます。まあ、まだね、結構期間ありますので、随時、ルーン集めてね、育てていきたいと思います。まだルーンも集めれてない状況でございます。まあ、ただ、期間が長いので大丈夫かと思います。で、ここまでで本当にご覧いただいて
お分かりいただけたと思うんですけど、来たものに関しては本当に全部ね頑張って集めております。で今は本当に集めれてないのがですね、あとここのなので3つ今来ているのと、チャグマのあれですね、教室系のやつ、まあ、チャグマも期間が長いのでもうちょっとしてからでいいかなと思うんですけど、チャグマハードねクリアしていってもらえるやつですね。でそれで言うとね、一つ本当にねもったいなかったというか、まあ、仕方なかったといえば仕方なかったんですけどっていうのがあってですね、ダグラスですね。はい、僕ねまだあのダグラスが始まった時、まあ一応ダグラスはもちろん新規開放まではできたんですけれども、なかなかねダグラスが始まった時プレイヤースキルもそのタウンもしかり、あと持ってるキャラクター、あ持ってるキャラクターはまだ良かったのかな、レベルが上げれてなかっただけで、はい、そのプレイヤースキルとかレベルとかの問題でね、あのダグラス島のダグラス島のハードがねできなかったんですよ。ノーマルの最後もめっちゃジュエルコンティニューして使ってなんとか新規開放したっていう感じでした。はい、であのハードでねめっちゃ像くれるじゃないですか、モニュメントみたいなやつで、モニュメントいっぱい立てたら 1% ずつ上がるのと、で全部集めたら 1% と、あとあれですよね、ダグラスが 5% 上がるっていう、僕シャルロット剣士版とかは持ってないので、一番剣士でねあれ使うんですよね、ダグラス。なのであれは本当に惜しかったなと。惜しかったと、まあまだ僕のねもうレベルが、もう自分のレベルもキャラクターのレベルも至らずで、まあもちろん協力していただくっていうのも考えたんですけど、なかなか忙しくてねできなかった。それだけね本当に心残りですね。はい、まあただダグラスは結構ね調べたら何ヶ月かに1回ぐらいは復刻されてるので、まあ気長に待とうかなと。次来たらね確実に行けると思いますので、今だと温泉島のハードはもうサブミッションまで全部クリアしておりますので、まあそれくらいのレベルにはなってきたので、次回のね復刻を待ちたいと思います。はい、ということでもう本当に白猫は結構タウンゲーかなと。で僕箱庭ゲームが結構好きで、箱庭ゲームって例えばヘイデイとか、まああと最近 CM でやってるパラダイスベイなんかもね、あの関ジャニ∞の村上さんが CM やってるやつですね、ああいうのとかは結構好きなので、このタウンを育てていくのは結構好きですね、個人的に。こうちまちまとというんですか、はい、こういうのはすごい好きなので嬉しいなと思います。でもうなのでね、僕あのスペースがあるのでお分かりの通り、建てれるものは全部建ててるんですよ。で建ててないのがこの辺、あのあんまりなんていうんですか、意味のない、能力的には意味のないものは何も建ててない感じでございます。このデコレーションとか倉庫のね、このなんとかの像、あの能力がつく前のなんとかの像とかは今のところ建ててない感じなので、そうですね、うん、まあ全部の、うん、訓練所金庫とかが合体できればね、なんかその辺こだわってやっていきたいなと思うんですけど、まだちょっと配置の仕方等々まで含め、なんか機能的に作ってる感じで、あんまりなんかどうやめっちゃうまいやろ置き方とは言えるものではないので、なんかこの辺をもうちょっとうまいことね、あの立てていければ今後もっと白猫プロジェクトが楽しくなるのかななんて思っている所存ではございます。とはいえどもね、本当に白猫楽しくて、まあちょっとプレイヤースキルの問題でね、なかなか動画も出せてないんですけど、今後はまあ下手くそでもね、あの出してね、あの叱咤激励いただきながらもっとね楽しさを広めていければ、特にね僕のチャンネルは野球ゲームやってる人がチャンネル登録者数は多くて、多分白猫やってる人があんまり、白猫でもちろん登録してくださってる方も多いんですけど、なかなかね白猫やってない方もチャンネル登録者のうちに多いと思いますので、面白い部分をねもっと動画にして撮っていければいいなと思っております。あ、これアキさんやってて楽しそうだから自分もインストールしてみようと思ってもらえるようなね動画を今後撮っていきたいと思いますので、新規の視聴者さんも何卒ねチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方や、もっと白猫プロジェクトの動画出してっていう方はね、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス。